うちのクズ野郎が連絡してきたら、私も一緒だって言ってね。余計なこと話したら、ただじゃ置かないからね。は？突然何？ちょっと用事があるんだけど、旦那に知られたら面倒なの。だから、ママ友と出かけるって言ってあるから。万が一のことがあったら、口裏合わせよろしく。家にはマナさんの連絡先だけ置いてきたの。家族のために頑張ってるご主人をクズ野郎なんて、ひどいわよ。うち行って共働きでしょ？夫のくせに、妻を専業主婦にもできない解消なしだもん。あげくにやたら風邪ひいたりする貧弱男。そんな男、クズ野郎で十分よ。家族のために働いてることには違いないんだから、そんな言い方しない方が。あのさ、さっきからぐじぐじうるさいんだよね。ただ私と一緒にいたって言えばいいだけでしょ？そんなに難しいこと頼んでる？そうじゃないけど。だったら黙って協力しなよ。それと、人の家庭に口出ししないでくれる？自分が夫に捨てられたシングルマザーだからって、妬んでるの？そんなことないわよ。そう？じゃあ、今日から一週間よろしくね。は？一週間？うん。だからうちの子も一週間預かってね。はぁ？子供を預かるって何？何の話よ。口裏合わせるだけじゃないの？今日から冬休みだもん。別にいいでしょ。マナさんち、貧乏母子家庭だからどうせ予定もないでしょ。そんなの無理だよ。さすがにそれは断るわ。え？うちの子、もうマナさんの家に行かせたよ。私も、実はすでに出発してるし。そんな無茶苦茶な。あ、旦那に連絡は NG だからね。そういう約束でしょ？自分の家庭が壊れてるからって、人の家庭壊すきっかけにならないでね。信じられない。一週間後、また連絡するから。それまで、マナさんやクズ野郎から連絡来るのは面倒だから。電源切っておきまーす。さすがにそれは強引すぎるわよ。なんかあった時どうするのよ。ご主人も困るでしょ？困ることがあったら困ってればいいのよ。え？人の都合も考えないで一方的に連絡するとか自己中すぎ。自分のことしか考えないクズ野郎にはお仕置きが必要でしょ？ってことで、よろしくでーす。ちょっと、ヨリコさん？突然すみません。こちらは、マナさんの連絡先ですか？はい、そうですけど、どちら様ですか？私は、ヨリコの夫の弟で、マサキと言います。ああ、ヨリコさんのご主人の弟さんが、私にどんなご用でしょうか？義士の行き先を知っていますか？え、兄の自宅で、あなたの連絡先を見つけました。何かあったんですか？実は、兄が危険な状態なんです。え？昨日、会社で倒れたらしく、そのまま集中治療室に運ばれました。脳腫瘍です。健康診断に行くこともなく、働き続けていたそうで、発見が遅くなり、もうかなりの進行しているそうで。そんな。医者が、こんな状態になるまで放っておくなんて信じられないと。最近はかなり体調に影響もあったはずだと。家にも義士にもつながらないということで。病院が兄の会社に連絡をしたそうです。それで会社からご実家に？はい。慌てて駆けつけましたが、家はもぬけの殻で、義士も甥もいなくて、義士のこと何か知りませんか？お子さんは私が預かっています。ヨリコさんはお友達と旅行に行ってて。もしかして男じゃないですか？そこまではちょっと。隠し立てするんですか？やっぱりマナさん、あなたも義士の味方のクズなんですか？え？義士は兄を裏切ってたそうです。思い詰めた兄から何度か相談を受けました。それでも家族のために頑張るしかないと言っていたんです。裏切りって、まさか。そのまさかです。事実、
兄が危険な状態なのに義士はいない。だから俺はこんな結婚、最初から反対だったんです。ごめんなさい。私、本当に何も知らなくて。しかも、強引だったし。わかってます。あの最低義士の性格は知ってるつもりですから。うちは、幼い頃に父を病気で亡くし、母と兄と支え合いながら生きてきました。父の遺伝で、体が弱かった兄に、あんな夢が来て、ずっと心配だったんです。そしてこの最悪な状況。俺は絶対にあの女が許せないんです。そんな事情があったんですね。私、知らなかったとはいえ、なんてことを。マナさんが気に病むことはありません。ただ、お願いなんですが、少しだけ力を貸してくれませんか？このままでは、兄が不憫すぎます。ただ、一人ではやれることに限界がありますし。私でできることなら。実は私、母子家庭で育って、私自身もシングルマザーなんです。そうだったんですか。すべては父、夫の浮気です。だから、浮気で家庭を壊す人間が絶対に許せないんです。その上、私をアリバイの道具にして、子供まで預けて好き勝手して。私も、彼女のことが許せません。わかりました。では、今後のことの打ち合わせをしたいと思うので、兄の容態次第、またご連絡をします。久しぶり。うちの子、元気にしてる？今夜には帰る予定だから、お土産楽しみにしててね。やっとスマホの電源入れたのね。うちの旦那、確認とかに来なかった？来てないわよ。よかった。今回もバレなかったわ。彼氏との旅行。男と、旅行してたの？そうそう。協力者のマナさんにだけ本当のこと言うね。今ね、彼と箱根の温泉宿、満喫してるとこ。うん、何度も言ってるように、うちの旦那には内緒だよ。内緒も何も、ご主人、亡くなったよ。え？何バカなこと言ってんの？そんなドッキリ通用しないし。ドッキリじゃないよ。5日前に亡くなったんだよ。もう葬式も終わってるわ。嘘だー。そんな話誰が信じると思う？着信履歴、入ってこない？え？うわ、めっちゃ入ってくる！何これ？お母さんに、弟まで？不在着信が100件も入ってる。気持ち悪い。より子さんに全然連絡がつかないからでしょ？それで私のとこに確認が来たのよ。そんな、本当に死んじゃったの？うちの旦那は。そうよ。あんたが上司と不倫してる間にね。どうしよう。保険金の話とか、お母さんたちとしないといけないよね。は？旦那、確か保険に入ってたの。お母さんとかうるさそうだから、早く受け取りして隠さないとね。ちょっと待ってよ。今その話？今じゃなくていつするのよ。こういうのってね、直後が大事なのよ。もたもたしてると、あの親子に持ち逃げされかねないからね。家と保険があのクズ野郎が残せる唯一の財産だもん。急いで弁護士用意しないと。そうだね。弁護士はすぐに手配すべきだと思う。だよね。報告ありがとね。とりあえず急いで帰るわ。マンションの権利書とか勝手に持ってかれたら困るし。どうしよう。家に帰ってきたんだけど鍵が開かないの。暗証番号キーが故障したみたいで。え？職場で配る旅行のお土産とかもめっちゃあるのよ。とにかく鍵を呼ぶから、しばらくマナさんの家に行ってもいいかな。荷物置かせて。どこまでずうずうしい女なの？は？よりこさん、あなたよくも私を利用してくれたわね。大げさに取らないでよ。利用したっていうか、ちょっと手伝ってもらっただけじゃん。アリバイに。保険金降りたらさ、少しお小遣いあげるから許してよ。保険金は入らないよ。受取人は、すべてお母さん名義だったから。そんな、嘘でしょ？なんで妻の私じゃないのよ。てか、なんでマナさんがそんなこと知ってるの？マサキさんに教えてもらったのよ。マサキって、私の、義弟の？そう。ご主人が帰得の時に駆けつけたのも、見とったのも、
お葬式をしてあげたのも全部彼だったのよ。まあ、弟なんだから当然なんじゃない？あなたって人は、最後まで最低な女なのね！は？なんなの？ちょっとアリバイ頼んだからってそこまで偉そうにしないでよ！悪いことはできないものよ。その証拠に、その家、もうあんたのものじゃないもの。は？鍵は故障じゃなくて、付け替えられてるんだよ。すべてはご主人が手配してたこと。ちょっと言ってることがわからないんだけど。ご主人は自分の体への不安とあんたへの不信があったって。だから自分に何かあった時のためにって遺書があったのよ。遺書？そう。万が一の時にはすぐにマンションを売却してほしいって。買い手も見つけてあるし、司法書士も用意してるから。手続きは一日で完了したそうよ。そんな。売却したお金は足の悪いお母さんのために実家のリフォームに使ってほしいって遺書だったそうよ。そんな勝手許されるはずないでしょ。私の荷物だってあるのに。あんたの荷物は全部実家宛てに送り出したわ。実家に？まさきさんに頼まれて私も手伝ったの。お母さんは膝が悪いから動けないし、彼一人では大変だからってね。なんでこんな勝手なことするのよ。だって連絡がつかないんだもん。それは。ちなみにお葬式の時あんたたちの悪行は暴露されたわ。なんでバレるのよ。あんたが言ったの？違うわよ。あんたの彼氏の奥さんが葬式に来ただけよ。ちょっと待ってよ。なんで彼の奥さんが？彼氏って自分の会社の上司だったのね。彼の奥さんは探偵を雇ってあんたのこと調べてたのよ。そんな中でご主人がこんな形で亡くなって、奥さん泣きながら謝罪してたわ。自分の旦那がひどいことしてすみませんって。嘘でしょ？そこにうちの会社の人間いなかったよね。来てたわよ。社員のご主人の葬儀だもん。普通の会社なら来るでしょ。じゃあ会社にもバレてるってこと？そう。あんたと上司を解雇にするって怒ってたそうよ。そもそもなんで奥さんが旦那の葬式に来るのよ。あんたの家の前でうろうろしてたから、そのままお葬式に連れてってあげたのよ。そんな、ここまでされたらもう私終わりじゃない。なんでここまでするのよ。自業自得の結果でしょ。自分のことしか考えないクズにはお仕置きが必要だもんね。その後、会社にも不貞行為がバレたより子さんと相手の上司は解雇され、双方の家族に慰謝料を支払うことが決定。追い込まれた者同士寄り添うのかとも思いましたが、元上司はより子さんも捨てて早々に逃げ出して行方不明になったそうです。職も失い、家も失い、親権もなくなって行き場をなくしたより子さんは仕方なく実家に泣きついたそうですが、秘匿の夫と幼い子供を放置し、恋人と旅行に行っていたことが露見し、親どころか親族一同に絶縁されたとか。自分勝手な行動で全てを失うことになったなんて、本当にバカみたいな話ですよね。